はいどうも体重1 3 1キロ一番多い時は1 7 0キロあったこともある僕が太ってる人ダイエットに興味がある人太ってる人の生態に興味がある人向けに毎日投稿で動画で情報発信していきます今日はですね、えー、先日ね友人の結婚式に行ってきたらえー、料理をね全品2皿出してもらった2人分食べてきたよっていう話をねしたいと思いますよろしくお願いしますまずねね子供のね あらましお話していきたいと思うんですけどあの前日ですね結婚式の前日に新郎からねあのメッセージが LINE のねメッセージが届きましてグループ LINE だったんですけど「待ってと」と誰々君2人分料理あの2人分ねステーキ食べてたりするっていう話が来て僕2人分ステーキ普通に食べる人なんで「あの全然食べれるよ」って返したら「分かった」って言って片方はステーキが2つかステーキとアワビーになるかもしれないって来て。 んっていうねなんか特に何とも言ってなかったんですけど、まあ、結婚式の前日でその人の結婚式だったのであのまあ単純にまず一番可能性が高いのはなんか面白いジョークだろうなっていうのが一つと前日で結構しかもなんか片方ステーキとステーキかステーキとアービーかもしれないって言ったんでなんかネタか何かでそのこいつ置きいから2人分用意しましたハハハみたいなそのメイン2皿来ましたみたいなねネタがあるのかもしれないんで半々ぐらいかなと思って当日行ったんですけど当日行ったらまずねあの えーっとね、始まってで、僕乾杯挨拶を頼まれてたんで乾杯挨拶だけして始まったら料理が1皿目が運ばれてくるわけですよえー、っとね内容がねえーとねマダイとキングサーモンのねカルパッチョみたいなやつが来て上にイクラが乗っててみたいなすごいおしゃれで美味しい料理が来たんですけどで、まず当然ね当たり前ですけど当たり前の話ですけど何を言うんだって話ですけどもう5人テーブルだったんですけど5人に1皿ずつ自分の前に 置かれていくわけですよねで置かれましたとで、まあ普通にねおいしそうだなと思ってねあ,あいう料理ってね本当に何だろうなその品が良くてすごくおいしくてで僕から言わせると当たり前なんだけど僕が満足する量出したらみんなが困っちゃうんだけどその量が少ないのはまあ量が少ないですよねなんか普通の人からしても合えるものっておいしくてなんか満足するんだけどだか量的には物足りないかなみたいな量が来るのが普通じゃないですかそのコース料理ってねでもなんか一皿来てあおいしそうだなと思って見たらあの なんかおもむろにねあの結婚式場の、ね、スタッフの方が寄ってきてあのえっ、ー、とねあのちょっとあの新郎から言われててあの新郎のね母親が体調を崩して入今入院しててですね早く良くなればなと思うんですけどあの入院されててあの結婚式に参列してなくてその分にはウェルカムスピーチで新郎もちょっとしあの母親が来てなくて申し訳ないですという話してたんですけどそれは聞いてたんですけどその分の料理が。 ああの余ってますとあ確かになと思って余ってますって言われて一皿持った状態で「今日あのあなたのところに <laughs> 全品2皿ずつ来ます」と「えっ?」っていうその何言ってるか分かってるけど日本語はわかるんだけど何言われてるかわかんないみたいな状態になってその前日にね来たメッセージはあのステーキ肉を牛肉2皿食べれるみたいなメッセージが来てたんですけどなんか。 でしかも結婚式の言葉も結婚式の料理ということも何もなかったんですけど忙しいんだろうけどね前日で忙しいんだろうけどえなんか全品二品来るらしいぞっていうその周りの友達と一緒にざわついてマジかっていうその結婚式の料理ってなんか倍食べたいなみたいなことは思ったことはあるんですなんか僕,僕だけじゃなくて結構たくさん食べる男だったらあるとは思うんですね僕も毎回思ってますけどでもね実際二皿くることってないじゃないですか当たり前ですよねあれすごい高いしあとそういうもんじゃないじゃないですか,そのなんかお腹を いいいっぱいにする料理じゃない食べ放題でも何でもないんでないと思うんですけどあの本当に2皿ずつ作るぞってことになってね周りと一緒にざわざわえー、っと本当にってなってでまずもう1皿来るわけですよで結構ねなんか皿が大きめですよねああいうところの料理ってそのなんか料理の大きさの割にお皿が合成ですごい綺麗に盛り付けたって言って料理が2皿並んでまずねその2皿並んだ絵がすごく面白いわけですよ。<laughs> 品ののいいその ななんかかああいいいうの見ても楽しいじゃないですかその皿の上に乗っかってて品よく並んでるだけでも楽しい料理が2皿並んでるっていう状態が生まれてマジかとでこれずっと続くのかと思いながらまずはあの最初のねさっき言ったのマダイとキングサーモンのねカルパッチョみたいなやつをねあの2皿ずつ食べるわけですよで2皿食べるわけですよで2皿食べてまあ最初のものだったのであの料理も量も少ないので全然2皿いけつつで,でまずねあの2 1皿食べるとあの 巡回してたあの食べ終わった人の皿下げてくれるスタッフがあの一皿下げてくるわけで,すでそっちと通常状態に戻ってなんかエンドレスで続いていくみたいなそのなんかゲームでモンスター倒しても次に来たら復活してるみたいな状態になってで最初に一皿ある状態なんで一つ減ったは減ったんですけどまたもう一皿食べるでちょうど食べ終わったら今度はねあのえっ、ー、とね次はねスープスープねおしゃれなスープなんか小さいカップに入ったスープが 2つ来るわけですよえっ、ー、とねカブラのスープかなカブラのスープが2皿来てあの豆乳とカブラのスープが2つ来てでもねこのお品のいいこう小さいこんなもんのやつがね2つ並ぶと超面白いわけですよその絵がねでなんかタイミングの問題があるって何か万が一足りなかった時とかのことを考えてただろうけどまず1皿来て1つスープが来てでしばらく全員に回してから僕のところに <laughs> もう1皿来るわけですよ。 でこれをこのあとずっと続くんですけど、でかぶろのスープもね、まあ、これ自体は量が少ないので、もう見た目はめっちゃ面白いんですけど、その2つ並んでる見た目は。で、飲んで、飲んで、で終わる。で、結構ね、あの結婚式って間にね、その演出が入ったりとかの、のファーストバイトとかね、あのケーキカットとかね、VTR とかね、あのスピーチとかね、新郎代表の友人代表のスピーチとか入ってきて、慌ただし2つ食べると、ね、結構時間的な慌ただし、この情報ね、もう皆さん、 今後のの人生に全くけないと思うんですけど結婚式の料理ってね一つだから一皿ずつ作るから合間にねそのちょっと時間を持て余して周りのテーブルであのかん友達ねあの談笑したりだとか新郎新婦のとこにちょっとね高さを遊びに行ってあの会話を楽しんだりとかする余裕があるわけで2皿つ作つるとねもう,もう来た料理をねもうただただこうでしかもそのなんかもう品欲ね品欲しかもすごく美味しいものだしその なんかお祝いのね正式な場だからきれいに当然食べるしそのお,いたのおいしいものを味わいながらそのお祝いの場でにふさわしいちゃんとした食べでもそんなにマナーがいい,とはいいとか悪いとかは思わないけどその自分なりにねそのきれいに食べながらっていう風にしながらっていう結構時間的に厳しいわけですよなんか。であのまずカブらのスープを食べてで次はねえっ、ー、とね野菜かな野菜のねなんか盛り合わせみたいなねお品のいい。 やつをまたこれ2皿皿てねねるとね品の良さはねもうどこかに消えていくわけですよもうなんか別に僕が悪いわけでもって結婚式場が悪いわけでも別に2皿出してとか悪いわけでも何でもないんだけど単純に資格情報として2つ,2つ並ぶとねなんか品の良さは消えるなと思いながらでこれもすごくおいしいどれもねあの結婚式場の料理なんでその高いだろうけどすごくおいしくてで楽しく食べながらで次はあのリンゴ酢のゼリーを2皿なんか品のいいこういう入れ物の。 ゼリーを2つ皿と食べて最後ね、まあ、最後じゃないかメインのね、えー、と黒毛和牛のね冬野菜添えたみたいなものが2皿ねメインの料理って美味しい牛肉がねちょろっとねなんか3切れぐらいかな5切れぐらいなんだけども大きい1切れ1切れが大きいわけじゃないからその品のいいものだからあのなんかそんなに量多くないみたいなものを2皿来るとね2皿来るとね満足感ありますよ普通にちょっとしたステーキになりますからね2皿来ると。 でなんかすんごくメインは特に僕牛肉大好きなんでなんか美味しい牛肉だなーと思いながら食べてで次ね次がねくせものねすんごい美味しかったんですけど鯛茶漬け鯛茶漬け茶漬け2皿来ますからね茶漬け2つ来るんですよ。ですんごくね鯛のだしが効いて美味しい茶漬けが2つで美味しく食べたんですけど茶漬け2つがね並んだ時がすんごく面白くてなんかこう絵がねこの 茶碗が2つ並ぶみたいな絵がね、すんごい面白いなぁと思いながらで、そのっ、えー、とデザート盛り合わせでねかなりこだわっててデザートがね4種類盛り合わせで並ぶみたいなデザートプレートみたいなね、かなりこだわられてる量的にもね結構多くあってなんか友達とかね食べきれるかなって不安になってるぐらいの料理がデザートプレートが2皿ねもう満杯ですよあのテーブルがね満杯自分の前が。 で、それをね、まあ全部普通にねまあ結論からいとね全部普通に食べれましたね何の問題もなかったですねその時間だけだね時間だけなんか次の料理が来るまでにその <laughs> 食べきれるかどうかがちょっと不安ぐらいででもまあ別にペース的にもね量的にも何の問題もなくて結婚式の料理って僕2人分出たら全然2人分食べれるんだなと思いつつも見た目がすごい面白かったなその頻繁い料理がね2皿並ぶと笑っちゃうねすんごい面白かったなんか あとなんか食べてる途中は何だろうなその思ったのはなんかこういうのってなんかいつも2つ食べたいなとか思ってたけどまあ実際2つ食うとなんか。 一皿の倍の嬉しさはないなっていう、その当たり前なんですけど、その一皿で10嬉しいとしたら、二皿出してもらったときに、なんか新鮮さとかはなくなるんで、その倍15ぐらいの嬉しさになるなと思って、だからやっぱり自分がプライベートでたくさん食べる時は、その同じメニューじゃなくて、メニューを変えていった方がいいなと思ったと同時に、あとはね、なんか単純にね、この、この僕のところに配られたもう一皿、二皿目は、新郎のね、あの、晴れ姿をね、見たかったであろう、ね、新郎の、 ね、母上の分だって思うとちょっともう,もうなんか変なんか2皿並んでみるのを笑っちゃいながら申し訳ないなと思ってね、まあ、本人にもねあの後で LINE で伝えといたんですけどとは思いましたね本当にいい結婚式楽しかったんですけどでその後ねコーヒーが来てコーヒーがね来た時にねもう,もうみんな慣れちゃってるんでもう最初はね2皿来たら、ね、写真撮ったり撮ったりとかしてね写真2皿並んでるのとなんか並んでる僕の写真とか撮ってたんですけどあの。 もう途中から慣れてきても2皿来るんでそりゃそうだよね2皿来るよねみたいななんかみんな慣れてくるんですよね人間は慣れる生き物なんで慣れてきててでコーヒー来た時はねコーヒーも2つくるのかなみたいな疑問を周りが喋ってたら周りが喋ってたらあのスタッフがねコーヒーはあの1つしか来ないんでおかわり自由なんでおかわりしてくださいみたいなあーなんかごめんなさいみたいな冗談で言ってたんですけどごめんなさいみたいな話があったりとかしながらあとパンはね2つずつ来たんですけどおかわり自由だったんでなんか丸いおしゃれなパンとあの 両方おしゃれなんだけどあの細長いフランスパンと普通のパンみたいな2種類パンが来てでおかわり自由だったんでみんな美味しくてね結構あのおかわりしてたんで僕もね2つずつ丸いパン2つとフランスパン2つがの僕2人分来るのがその日普通だったので 2, つ2人分食べつつもさらに1個ずつおかわりしてパン 3, 3つずつ食べるっていうねで相当ねもう結婚式のご飯でお腹いっぱいになったのは今後もないだろうから初めてだしさすがに2人分食べるとねあんだけねなんか質のいい けど量は少なないいい料理でも、ね、お腹いっぱいになりますね倍、倍、倍よ何よりこのずっと2皿出てきたこの四角情報でお腹いっぱいになるね。うん今日はねもうねもう今後皆さんがね経験することはないでしょうけど結婚式の料理ってね2人分2つ倍食べたいなーと思うことはねあるけど実際に倍来るとこんなさんか皿が自分の目の前で埋まってでペース的に食べれるかどうか不安になって。 で、僕レベルの太ったやつだと普通に食べれてしまうよっていう話をねしました。皆さんもね、今後の人生でもしさ皿に、ね、出てくることがあったら、あこれ動画で見たやつだと思いながらね、真剣ゼミでやったやつだーみたいな感じで、あ動画で太って、デブがやってたやつだーみたいなふうに、ね、思っていただければ、もう絶対ないけどね、絶対ないよね、こんな。 結婚式で2皿料理が並ぶことなんん自分の前にうん、はい今日はねちょっと面白い経験があったので皆さんにねお話ししてみようと思ってあの結婚式で友人の結婚式に出たらね料理が2人分全部出てきた話をねさせていただきましたでこのチャンネルではねダイエットに関わる話とかデブのねあの日常だったり、ね、デブ情報に関わる話をね皆さんにねしていきたいなと思っているので是非ねチャンネル登録とねあのいいね あとね、えー、と再生だったりコメントだったりしていただけたらやる気になるので嬉しいです。はい、今日もありがとうございました。また明日も毎日とこれ動画上げていくのでよろしくお願いします。じゃあねー。